博士、君たち勝手にテスト機能を使うなんて。もうバレた。そりゃね、そりゃね、ビル、あの写真見せた段階でバレるよ、そりゃ。ごめんなさい。博士、ごめんなさい。まあまあ。トールさんが優しい。まあまあいいじゃないか。面白い光景も見れたわけだし。トール知ってたのか？ごめん。ふう。本当にまだテスト機能なんだ。自然公園だけだよ。他では使えないからね。あ、そっか、そうなんだ。あ、これがアップデートのもう一個のあれなんだね。隠れ抜け道。そういうことか、そういうことなのね。え、他のところでも使いたいな。わかった。わかった。はーい。はーい。でもこれは他のところでも使えるようになるということだよね。ということはまだね、あと第2、第3のアップデートがあるって期待しちゃっていいかな？いいかな？ちょっともうそれワクワクしてしまっているよ、私は。ということで、新エリア開放。あ、そうなんだ。隠れ抜け道だけをこう選ぶこともできるんだね。これも気になるところなんだけど、このカラリ荒野、こっちはね、あのまだ新エリア開放して行ってないから、こっち行きたいな。大地からは毒が吹き出すみたいに書いてる。大丈夫なんだろうか。ネオ暗号万能だね。わあ、誰が出てくるんだろう。ではでは行ってみましょう。ポカブいたよね。もうすでにポカブがいた。右側、もういる、もういる。あ、ティグだ、ティグだ。そうね、砂漠とは環境が変わっちゃった。もうバレてる。あ、ティグだ、これ取るの大変。あ、そういう感じか。あの、道筋というか、ディグダがいるところを、狙って待ってたら、ひょこって出てきて写真を撮る感じね。え、これ大丈夫かな？これちょっとあの、これが、あ、なんだろう、なんだろう、なんだろう、なんかいた？あ、え？ん？なんだろう、なんかいたのかな？わー、見れてなかったな。これ、ね、どう考えても、ワインゴではびくともしないか。でも、誰かポケモンが体当たりなりしたら、もうそれで落ちてきそうな感じ。メテノ？メテノがいる。メテノ、流星の姿。メテノってこれさ、こうしたら出てきたりする？しないか。と、バルジーナが、なんでそっち向いてるんだろう。ああアチャモがこっちにもいる。あ、でもこれも、いろいろ。見なければいけない。これは？これは、甘い香りがする。この辺りの砂から漂ってきているようだ。と、こっちにも、調べるところがいっぱいある。あ、これ。水が湧いている。もう一つの間欠泉と繋がっているようだ。どういうあれだろうね。こっちが何かしたら向こうから出てきてとかっていうことがあるのかなって思ってたら、岩パレスがいる。ちょっとイワパレス見落としてたんだけど今。あ、なんだろう、笑ってるよね。今笑ってたよね。そして、なんだろう、ツボツボ？違うな。違う、砂蛇の舌が出てた。ここは、あ、なんだ、マルノームだ。マルノームが遠くにいる。と、ドガースがいる。ドガース。上に誰か走ってる。カリンクとアチャモとポカブかな。走ってた。これはあの奥のクリスタフラワー当ててみたい。当たった、当たった。誰か出てきたり、なんか怒ったり、今のところはまだしない。毒沼の成分が長い年月をかけて結晶化したようだ。マルノーム、マルノーム見れなかった。いっぱい探すところがありすぎて。なんだろう、
こっちなんか探すことあったかな。これガスが吹き出す穴、周りには毒々しい、なんてなんて間に合わない間に合わない、いろんなものが間に合わない。大きなクレーターだ。何が落ちてできたのだろうか。最近できたもののようだね。コリンクとアチャモとポカブが向こうにいるのと、ルガルガンがいて、これはなんかこうなんかね出てきそうな感じするんだけどな。どこか正解な、イワークだ、イワークがいる。そうかそういう感じなのね。どこかこういいところに当てると、アチャモが走ってる、アチャモが走ってるよ。こっちここ、イワークが通った後ね。ここも探せるのは、ここ小さな穴にポケモンが暮らしている跡がある。これはもしかしてまたちっちゃくなって見れるところなのかしらと。イワークこうしたら出てくる、あ出てきた。あーちょっと上向くのが微妙に、もうちょっと向けない。終わっちゃうもう終わっちゃう。ちょっとこう短いんじゃないのって思うぐらいさ、すぐ終わっちゃう。この辺は誰もいない、いないかな。あディグダが、あイワーク飛んでるし、ディグダこんなところ隠れてるし、ゴールマークはめちゃくちゃ見てる。あ楽しすぎる、楽しすぎるけど目がね全然足りてない気がする。まあこれであんまり種類は取れてないかもだけど、ちょっと見せていこうかな。ポカブこれが綺麗に真ん中かな。とコリンクはね、火山の方が大きくは取れてるけど、まあ出すだけ出しておこうかな。とディグダは多分もうちょっと大きく取れるタイミングが来るはず。どうしよう、この辺の方が動きがある。星2が前のがねちょっとあれだから、でもこっちちょっと見せたいな私としては。メテノはちょっとわからないけど、イファパレスは本当にちょっとこう本当にギリギリまで見落としてた。ドガースとマルノームはちょっとね、左側見ちゃってたからあんまりいい写真ではないけれども、まあ見せていきましょう。すごいねもういろいろと楽しすぎて、ポカプの星1、コリンクはまあちょっとお見せしただけ。もう次どこに行こうかもうすでに考えてる。ディグダとバルジーナどうだろう。私としては好きなんだけどこの写真。ああ前の方が良かったか、大きく写してるもんね。とメテノはちょっと埋まってるけど、なんかしたら出てくるかな。リンゴとかだったかしら。岩パレスとマルノームがいるということは、ゴクリンも出てきたりするかなと、ちょっと思ったり、ドガースが出てくるということは、またドガースとか出てくるかな。なんとなくこう、アーウォック出てきて、ね、ドガース出てきてってなったら、こう、それぞれの進化前、進化後、いてほしいところ。あ、でも調査レベル結構、グンって上がってくれたから、レベル2はまあ、近いかもしれない。ね、レベル2から3に上げるのがちょっとね、なかなか大変ではあるけれども。これで、アルバム保存はどうしようかな。ポカブとか。ポカブもね、でももうちょっとこう、正面化を取りたいという、ね、気持ちはあるんだけど、あんまね、大きくは映せなかったから、この2枚だけ置いておこうかな。よし。ということで、次はどこに行こうかしら。隠れ抜け道が
ちょっとせっかく新エリアに、ね、なってたからそこ行ってみようかな。トールさんにすごい写真見せてもらっちゃった。古い写真だったけど虹色でキラキラしてたよってこの、あの端っこでリタが言ってる。多分それはね、あのミュウが出てくるところだと思う。そこもね行けたりするのかな。宇宙空間みたいなところがね、あの64の時にあってさ、そこがすごいすごい難しいんだけど、すごい綺麗なところがあったから、いつか行けるようになることを期待しつつ、今回は隠れ抜け道行ってみようかな。ここはね、隠れ抜け道かっこ昼ここから始めると最初からネオ暗号が小さくなってるけど、びっくりしないでね。なるほど、ではこっち行ってみましょう。まずはお昼かな、行ってみよう。どんな感じ、途中からになるのかな、おそらく。で、このね、拙者モードというか、ちっちゃい姿のいいなぁ。ちょっとこう、さっきはちょっとバタバタっとしてできなかったけど、リンゴとか食べるかな。ちょっとそういうのも撮りたいところ。どうだろう、この、こんな感じで。どうだ、食べはしないかな。ちっちゃいもんね、リンゴ。めちゃくちゃちっちゃいね。どうどりよよ。どうどりよ。特に何もない。何もし、こちらから何かこうしても、どうどりは見るほどではない。ここなんかできそうなんだけどな。ここ、このキュアワーとドードリオが、どうなってるんだろうな。あれか、ドードリオが、なんかこう、知って逃げて、ちょっと待って、エマンガが手振ってる。なんだろう、あ、ただのキノコだった。わあ近いな、近いな。ここは、どうなんだろう、このクリスタフラワーで全員一応みんなキラキラになってるけど、どうなのかな。とこっちはケムス、あ、これ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 、大きな寝息が聞こえてくる。どっかからあっちに行けるのかっていうことは、このあれ何か隠れ抜け道でも、なんかこう行ける場所が分岐するっていうことで、これがなんかあれだね、こうぶつけても特にこう何かしてくる感じではない。順番待ちしてるのかな。あ、こっち来た。あー、これもしかしてあのお尻つま、ん、誰。お尻つまっちゃってるっていうところもあれかな、オーブの方が良かったかな、もしかして。こっちはいないかな。なんかこう、この辺なんかできるかな。かわいいな、もうこれ。ツバメはね、ずっと寝てるから。ああ！ツバメは飛んでいくだけになっちゃうんだね。ね、なんかこう、どこかのタイミングでドードリを、あれできたらいいんだけどさ。こう止められたらいいんだけどさ。うわー、ここでクリスタフラワー当てるのめちゃくちゃ難しいな。手前のね、あの当たっちゃうもんね。あ、どうだろう、どうだろう、うん、どうなってるんだろう。わざとかではなかったね、わざとかではなかったけど、ん、ビジョッはなんかあったのかな。このバク転取りたいな。取れるといいんだけどな。走っていっちゃった。ついつい黙ってしまうぐらい楽しい。そう、ここのね、あの鳥ポケモンの巣っていうのは、もしかしてさっきピョンって飛んできたピジョットだったりするのかな。ね、ドダイトスの方ばっかり見てたから、ちょっと見そびれてるな。あとは、あと、この辺りは、何も、いないかな？ないかな？
あの前半のキワワ出てくるところのねえ、あれ難しかったな。あの葉っぱに隠れて見れないところ、なんとかならないかな。居合切り的な、居合切り的なことができたらいいんだけど。あ、そうだ、昨日ここの星1とかまだだし、ここでも取っとこう。と、他はこの辺は変わりはないかな？ないかな？ないと思う。あ、走ってる！トードリオ走ってる。あれ、どういうことなんだろう？逃げていってしまったのか、こうちょっとこう、気持ちが高まって走っていっちゃったのか、どういうことなんだろう。ちょっと気になったけど。あ、これ、なんだろう。ちょっとなんかくるくるって、それこそ技みたいな、技じゃないのかな。ちょっと、初めて見る感じの行動してた、ビビオンが。くるくるって。そういうリクエストもあったりするのかな？今後出てきたりするんだろうか？うわぁ、せめてさ、このベースキャンプとかだったらこう安全そうな場所だから、そこでやりたいな、このちっちゃくなる機能。ケムッソ。ケムッソは、どうだろう？ねえ、こっちの方がいいかな？ヒバニーの星3は、前のもすごく好きだけど、こっちの方が大きく映してる気がするから、こっち出しとこうかな。と、トードリオの星4は前の方がいいかもしれないけど、まあまあ、提出してみよう。キワワのここが難しいな。何かしたら、いいんだろうけど、エモンガの星さんはね、前も見せたけど、かわいいなぁ。かわいいなぁ。キノココどうしようかな。星2を見せておこうかな、今回は。これにしよう。と、ドダイトスの、これドダイトス星1なんだ。不思議。これを提出しようかな。と、あ、ピチュー。後ろ向きになっちゃった。と、あ、これはスバメなんだね。スバメ扱いなんだね。スバメは今回はいいかな。あ、でもこれ、くるくるしてたけど、特になのかな。なんかこう、星3とか4とかじゃなかったね。めっちゃお尻になっちゃった。どうしようかな。これだけ、なしておこうかな。同じ感じのポケモンだけど、行動が変わると、こんなにも楽しくなるんだね。ケムッソー。でも個人的にはさ、そろそろさ、誰かこう、ね、何かしたら進化するとかっていうのがあってもいいんじゃないかなとか、とかこっそり思ってるんだけど、どうかな。私が見つけれてないだけでもうすでにね、もしかしたらあるかもしれないし、なまだでこういうね、アップデートとかであるかもしれないし、今まではなかった子がもしかしたら、ね、なってるかもしれないし、あー、どうしようかな。あっち置いとこうかな。今回のやつにしよう。今までは別に進化しなかった子が進化するようになったとかがもしかしたらあるかもしれない。カランとした後ろ姿。後ろ姿じゃないよ。これは後ろ姿じゃないよ、博士。ビビオンどうだろう。これはこれで、あ、よし、キラキラになった。で、前の模様もすごく好きだけど、こっちにしておこう。ピチューはちょっと後ろ向きだけど。と、ドダイトスの星1は、あ、前の方がいいか。惜しかったな。ということで、ちょっといくつか置いておこうかな。抜け道のお昼も、2回か3回かやったらレベルが上がりそうなのと、公園のお昼のレベルにも反映されるみたい。これはちょっといいな。これはちょっと公園のレベルがちょっと上がりやすくなっ
ってレベル4になってまた新しい姿が見れるっていう感じかなとか勝手に思ってるけど、そういうことかな。え、でもそれだったら迷うね。こう新しいところをずっと行ってレベルバッて上がった方がいいのか、やっぱりちょっとこうもったいないなっていうのがあるからさ、前のところも織り交ぜながら行くのか、すごい迷いどころ。ちょっとビビンを置いとこうかな。よし、これで、では次はどこに行こうかしら。どうしようかな。ちょっとリクエストがね、いっぱい出てきたから、リクエストを確認してみましょう。すべてのリクエスト。どうすのって。あ、この辺のやつも見れてないのがある。あー、いっぱいあるな。前の、それこそ自然公園の前のやつも、できてないのがいっぱいある。新築祝い、巣の中にも隠れてるはずだよっていうのも取れてないし、奥にヘラクロスがいたのばっかり見てたけど、あとは新しい場所もあるかな。リクエストまだないかしら。ちょっと探してみてもいいかな。なんだろう、これはヨーヨーリバー。聞いて驚け。コイキングが浮いてたんだ。跳ねるじゃないぞ。なんでだろうな。どういうことだろう、どういうことだろう。こうね、バシャってなっちゃってるのはよく見るけど、そういうことではないのかな。わー、 いっぱいさ、このね、やっぱり取れてないところもあるんだけど、新しいところは今のところ見当たらないな。見当たらないね。また徐々に出てきたりするかな。ということで、新しいところもね、本当にめちゃくちゃ行きたいけど、ちょっとベースキャンプ、一番ねレベルが上がりにくいところだと思うから、ベースキャンプに行ってみましょう。ちょっとね、ここちっちゃくなって撮影するのは楽しみではあるんだけどね。よいしょよいしょ、にゃーすにゃーすは、にゃーすもね、なかなかいい感じで写す。ん？なんだろう、あ、向こうのデデンネが写せる、こんなところから。この奥のね、やつは毎回なんだろうなんだろうって言いながらなところを行ってみたいところ。よいしょ、これでお部屋の中に入って、上側来たいなね。デデンネのね、データの危機一髪のやつもね、もうちょっと大きく撮りたいけれども、これちょっといい絵じゃない？ちょっと撮影ポケモン関係ない感じになっちゃったけど、とここはこれをちょっと、デデンネこっち来てくれないかな。多分ね、デデンネどうかしら、どうかしら。ちょっと多分ねさん多分と、あー、ごめんねごめんね、ちょっとぶつけちゃったけど、多分ねさんと、あー、バチバチって聞こえる。あー、上側やっぱりさ、めちゃくちゃ難しいんだけど。と、あれ、バチバチ言ってたの、ちょっと違う場所だね。うわ、見とけばよかったな。ちょっと思ってたよりも、もっと、手前側というか、広いところだったね。ここは、どうなんだろう。こうしたら、EV だけにしたら、あ、こっち向かない。EV だけ。当てるとこっち向かないんだ。いないなー、いっぱい。あ、でもこれで EV 向こうに行くのなかなかないかもしれない。こっち来ないかな。これ誰のためのクリスタフラワーなんだろうね。ピカチュウおいで、ピカチュウおいで。あー
と、ウソッキーはここはちょっとあれだもんね、何もこういろいろしなくて、ピカチュウもっとこっちまで来るのかな、もっとこっちまで来てほしいな。ピカチュウかわいいな。とアプリはね、結構いい写真がもう撮れてるからな、やっぱりレベル難しいところよね。ここ今これこうしても別にキャンプファイヤーを囲む人はいないもんね、来ないもんね。とホルビーだ、ホルビーの飛び出る瞬間を収めたいところ、収めたいところ、ホルビーの飛び出る瞬間を抑えたいけど、とクリスタフラワーがここにある。うん、あでもこれはクリスタフラワーしてもあれだね、なんかこう他のことは起こらないんだね。ホルビーを出してからなのかな、もしかすると。うん、やっぱりここ本当にレベル上がる写真が撮れない。これもあれなのかな、なんかこうもうちょっとね、できることがあってなのかな。最後にここでニャースを撮るのがちょっと楽しい。頑張れ。ニャースだけもしかしたらちょっとだけいい写真になっていってるかもしれない。わあ、でもここちょっとやっぱり厳しいな。どうだろうこれ。前よりもしかしていい点数取れるかもしれない。アプリは前の方がいいかな。うん、多分でも私は好きだけどな。うん、ヤブクロンは変わらないといえば変わらない。うん、難しいなここ。でもちょっと私としては今回のね、あのちっちゃい姿で行ってデデンネをめっちゃ大きく撮るのがいいんじゃないかなって、撮れるんじゃないかなって期待しております。ニャースのいい写真がちょっと撮れたから、まあ無駄ではなかった今回も。よかったよかった、ちょっとだけだけどね、上がるもんねスコアが。とこの辺はね厳しかったな。こうヤブクロンが左と右でいないいないバーになってる、いないいないバー。かわいい。マックルはこの水飲み場よりもあのテント前ぐらいの方が大きく取れるみたいね。どうかしら、せめてレベル2、難しいな難しいな。ベースキャンプのレベルがなかなか本当に上がらない。ニャースニャースとタブンネだけ相手役かな。ああとこれちょっといい写真ちょっと置いとこうかな。もうちょっといい写真になりそうなんだけどな、場所が反射とか考えたらね。これで次はどこに行こうかな。まだ夜とか行ってないし、そっちも行ってみたいな。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。